オービュージェ線は、フランス案件のブーロガンブレスベルガルド間 65km を結ぶ鉄道路線である。途中、ジュラ山脈を越えていく。現在、この路線は、TGV の路線網に組み込むために電化工事と大規模な路線の改良工事が進められ、2010年12月2日より運行を開始し、パリジュネーブ間は所要時間が20分短縮された。 交流25ケヘルによる、電化工事となだれ防止工事、18カ所の踏切の立体化などが行われている。1877年3月29日に、ブールガンブレス、ラクリューズ間がドンブ船会社により開業した。その後、パリリオンイコール地中海鉄道に統合され、1886年に、アンデロ、ラキューズ間の路線が、 ディジョン・ローザンヌ間の幹線と接続する。東路線は、最大35パーミルの勾配と300メートルの、極立半径を有する急な曲線箇所があり、列車運行の難所であった。その後、ベルガルド・ラクリューズ間は1990年に、旅客輸送が休止されてしまった。ラキューズが、袋工事場の駅になってしまったことから、リオンや、ブルーガンブレスからオヨナや、 サンクロード方面へ向かう列車は、ラクリューズで逆転しなければならなかった。ラクリューズ駅での方向転換を避けるために、モントレアルイコールラクリューズに1996年6月1日に、新駅が設置されている。しかし、その後短絡ルートになることから、路線の改良が行われることになり、2006年に、ブールガンブレス、モントレアルイコールラクリューズが、 オービュジェ計画のため休止された。ラクリウーズ・ベルガルド間は、カルパティア産が未線として知られる区間である。オービュジェ計画は低規格のオービュジェ線を大幅に改良し、TGV と通常の列車の速度向上を可能にする計画で、専用の高速新線を付設する計画ではなく、既存の在来線を改良する計画であるが、ジュネーブ方面や、 LGV 南東線への接続など TGV の路線網を構成する上で重要な要素となっている。路線再開時には、パリ・ジュネーブ間の所要時間は20分早まり距離は 47km、短縮され速達化が図られ、マコン・ジュネーブ間は、ブルガンブレス・ベルガルドの経由が加わり改善される。計画完成後は、ブルガンブレス・アンベリュー・キュロズ線では特に、 貨物列車の容量も増加する。電化方式は、他のフランス国内の高速新線区間と、同様交流25ケッヘル50ヘルツの採用や、車両限界の拡大、踏切の除去、路盤や、軌道の抜本的な再構築が行われ、環境保護のためこの保全や防音壁の設置が行われるなど、新線建設並みの路線改良が行われている。 工業地で、およな盆地に近いヌーリューボローニャ日清駅が設置される予定である。ベルシュルバル3の駅の改良工事として、駅舎とジュネーブパリとを結ぶ TGVO の新しいプラットホーム、バスステーション、駐車場の建設が含まれる。最も変わった工事現場は、シーズイコールボロゾン橋梁で、高い場所は鉄道、低い場所は道路と二層式の橋梁になっている。 計画は完全にフランス側で行われているが、ジュネーブにも利益が期待されるためスイス側も予算の3分の1を負担している。改良計画の予算は3億4100万ユーロで、そのうち2300万ユーロはベルシュルバルスリーの駅の改良に使われ、残り3億1800万ユーロは路線の改良に充てられる。 2009年4月に RFF は開業を予想外の厳しい冬を警戒し、2010年9月に延期すると発表されていた。ありがとうございます。